はい、このエクササイズは足をまんべんなく鍛えていくエクササイズです。ではこのエクササイズをしていただくときに、足幅はちょうど腰幅より少し広い感じで、足を両足を平行にして立ってください。そして両手を前に出していただくか、手を腰に置いていただいて、足の付け根ここですねからぐーっと後ろにお尻を突き出すようにしゃがんでいきます。そしてまたゆっくりとぐーっとお尻を持ち上げるように体を上げて、息を吸いながら足の付け根から後ろにお尻を突き出すようにしゃがんで、息を吐きながらぐーっとお尻を持ち上げるように上がります。この時のポイントなのですが、膝を曲げようとしてしまうと体が前になってつま先立ちになってしまうので、お尻を後ろにぐーっと突き出そうというイメージで、足の裏全体で地面を捉えてください。しっかりとお尻を突き出して下にしゃがむ、ちょうど膝裏が90度になるぐらいまで下がって、またゆっくり上がります。この時のポイントなんですが、3秒間かけてゆっくりとしゃがむ、そして3秒間かけてゆっくりと上がるっていうことに意識してください。では皆さんもお試しください。